はい、こんにちは、スプラトゥーンの嫁ちゃんとメラちゃんです。ということでね、今日もね、いろんなアートに挑戦していきたいと思います。なんかやったことないから、ちょっとなんか新しい試みっていう感じで、アクリル絵の具を練習してスプレーアートに応用できるかなと思って、ちょっと練習していきたいと思います。綿棒を使ってなんかチョン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 やったらね、めっちゃ綺麗になってるの。実験してみたいと思います。だからね、最初にね、こうやって水をね、こうやってる人もいいんだよね。なぜかわかんないけど、まあいろいろちょっと真似してね。ここ黄色、あ、うんちみたい、うんちみたい濃くしちゃいけないね。白もちょっとね、ちょこんちょこん。じゃあまず右からいきましょう。次に緑だっけ、うん、黄色に、あ、黄色がまだ残ってるの。で、ここを青。おー、いいね。今から乾くまで待ちます。いや、あ、の？なんかこう、ちょん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 ってやって、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、少し少し少し、次にもう一個薄いピンク、で、白。で、赤。ちょっこっと黒。完成です。イエーイ。で、今から一番面白いマスキングテープを、面白い、一番ね、おお、二つ目、おー、最後いきます。わっぱー、普通に綺麗だと思う。1万分の11枚目。めっちゃいいじゃん。いいね、なんかグラデーションとかね。これね、誰でもできる。ほんと綿棒ちょん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 って順番にやっていくだけで、なんかまあまあいい感じに見えるね。うん、黄色のとこが一番、うん、好き好き。 OK。 ということで、楽しいと思ったらいい、なんかちょっと私もやってみようかなと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします、はい、コメントもよろしくお願いします。アディオスアミゴ。アディオス。